今朝は西日本ですとか東日本の太平洋側から雨の範囲が拡大をしていきました。この後広い範囲で雨となる見込みです。では現在の状況をまずご覧いただきましょう。この時間の皆さんからのご報告見てみますと、現在は九州ですとか中国地方ですね、雨のご報告が多くなっています。また東日本の太平洋側でも雨が降っておりまして、現在静岡県内では強く降っているところがあります。で、天気図をご覧いただきますと、午前3時の実況図です。日本付近を覆っておりました高気圧、これが東の方に離れていきます。高気圧を回って入ってくる湿った空気ですとか、九州の西には低気圧も発生をしまして、これがゆっくりと東に動いてくる見込みです。この後雨の範囲は東北南部から九州にかけての広い範囲に及びそうです。で、その雨雲の動きご覧いただきましょう。降り方としては、こちらの雲は西から東ですね。そして東日本の太平洋側に広がっている雲、これは南から北の方に向かって広がっていくものとみられます。このように日中帯は広い範囲で雨が降る見込みでして、太平洋側を中心にあちこちで雨雲が発達をするというふうに見ております。ザーザー降りの強い降りとなるタイミングもありますので、雨の降り方お気をつけください。また止んでいる時間があってもですね、雨雲入ってくる可能性があります。外出の際には雨具を各地ご用意ください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。